どうもこんにちは、ジーンズショップヤマトアピタムカヤマ店です。本日はヘビーオンスの T シャツ、これ今流行りですよね。これに関しての豆知識お伝えいたします。ヘビーオンスの T シャツ縮んじゃったっていうことはありません？それってこの中の構造を説明させてもらいますね。大きく拡大するとこうなってます。でこれがヘビーオンスの T シャツって糸一本一本が太いから、こういうのもガチガチに固まってるわけですよ。で使ってってこの生地がふわーって柔らかくなって縮んでいくわけですね、洗濯してね。で、普通の T シャツってどんな状態なのって、この糸が細いからあらかじめ結構まあまあ縮んでるわけですわね。で縮んでて洗濯しましたって、これがこれぐらいになってもあんまり分かんないんですよ。ただヘビーオンス生地一本一本が硬いから、この状態が空洞が生まれて洗濯して柔らかくなった生地が縮むっていう性質があるんですよ。でメーカーサイド、ほとんどのメーカーさんこれ洗いかけてあるので、ヘビーオンスの T シャツってそんなに縮まないようには努力してるんですけど、中には生地触ってもらって、あちょっと硬いなって思う T シャツあったら、ぜひぜひスタッフに聞いてもらって、これ縮みますか、どれぐらい縮みますかって聞いてもらうのは絶対ありな話だと思います。365日ジーンズで遊ぼう、ヤマトで遊ぼう、ご覧いただきありがとうございます。